皆さんおはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。舌が回ってないです。ですね、飲んでるわけではございません。本日連休の最終日の早朝ですね。はい。イサキどうにかしなきゃということでね、本日はイサキの昆布締めの作り方ね。よく白身魚、タイとかがね結構有名です。タイとかスズキとかもやるかな。すげえ簡単なんでね、ちょっとこう難しくやれば難しいんですけど、超簡単な、方法で、和食の一品、美味しいお刺身ですね、昆布締め、これを作っていきたいと思います。はい。それではまずですね、イサキ、これ3枚におろしちゃいますか、はい。それではですね、イサキですね、もうこれね、3枚におろしてしまいましょう。はい。おろし方はね、別動画にどっかあるんでね、それ見てください。もうちゃちゃっといっちゃいます。ガッツンガッツンパラリーノですね。ガッツンガッツンパラリーノですね。はい。ちょっと逆さにしてね、ガッツンガッツンパラリーノですね。はい。こんな感じで、1回、2回、で3回ぐらいでこの中骨のところに行くまで、行くような感じでお願いいたします。逆さ包丁にして、包丁をひっくり返して、尻尾を持って、ガンと。こんな感じになりました。いかがでしょうか。はい。それではね、逆さにしてね、こっち側も下ろしてまいりましょう。ガッツンガッツンパラリーノですね。はい。ちょっとここを持ち上げて中骨のとこね、切っちゃうさね、そうすると後でね、非常に楽にできますよということですね。はい。ガッツンガッツンパラリーノですね。はい。もうこんなもんでいいかな。はい。そしたらね、また逆さ包丁でこうね、こう入れて、尻尾を持ってガンガンガンと、ガンと、もう切れてるわこれね。はい。こんな感じになりました。はい。それではですね、早速薬局、イサキの昆布締めだね。まずこのね、お腹骨取っちゃった方がいいね。こうね、これも逆さ包丁にぐるぐるんと入れてね、目印を入れてこう上にね、いや夜中だから下回んねえぞこれ、やべえねこれね。いや、なんで急に夜中にやろうかと思ったけど、明日これで飲みてえじゃんみたいなね。約ね、1日ぐらい、一晩ぐらいつけると非常にね美味しいんでね。薄切り、これ刺身にしちゃって薄切りにすると、もうちょっと早くできるんだけど、やっぱこう咲くだろうってことでね。はい。それではね、次にこの骨をね抜いていきますかね。はい。骨抜きする前に予定変更です。ちょっとね、昆布見たら結構丸まった昆布なんでね、これ酒ね、酒をキッチンペーパーなんかで染み出してキュッ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 とね、拭きます。そうするとね、だいぶ柔らかくなります。めんどくせんでね。はい。ポン酢入ります。はい。これをね、そのままチャラ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 とね、こんなもんね。はい。これで、拭く手間も省けただろうみたいなね。はい。こんな感じで、ガッツンガッツン酒リンゴだね。お口に入れたいけど昆布に吸わしてやろうか今日だけはみたいなね、感じでないでしょ。はい。こんな感じになりました。はい。そうしたらね、イサキの骨抜きですね。はい。骨抜きですね。これでちょっとね、水を少しね、こんな感じで横に置いといて、それでここ結構一番硬い骨があるのね、この根元のところは。でこの骨が一番に抜きにくいみたいな感じなんだけど、こうキュッとね、はい、取れた、見えた。こんな感じで一本ずつこうね、ガッツンガッツンパラライカと、はい、抜けたらこの水の中にパッツンパッツンパッツリなとね、入れていきましょう。結構ね、案外硬のいいイサキだとこれ結構骨抜くのが大変です。おお、硬いな、結構硬いですね。深夜2時にイサキの骨抜きか、やめらんないっすねこれね。楽しいねみたいなね、感じではないでしょうか。ガッツンガッツンパラリーノとね。はい。それでは全部ね、とりあえず骨抜いちゃいますね。はい。イサキの骨ですね、全部が抜き終わりました。そしたらね、これ皮がついてるんで、ちょっと皮をね、包丁で引いてから昆布で挟みます。はい。それではですね、イサキの皮ですね。はい。皮を引いちゃいましょう。尻尾のね、この辺にクンクンクンと皮のところまで包丁入れて、あとはズン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 とね、皮の上を滑らすような感じでね、お願いいたします。ズンズンズズンズズズンズンだね。ズン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 だっかズンズンだっかズンズンだっかズンズンだっか、学校帰りのなんとかでったらだって歌がありました。
はい、こんな感じに、ね、なりました。ちょっと鱗がついてるか、うん、パラライカとね。はい、そしたらもう1枚いっちゃいましょうね。うん、イサキの皮結構黒いね。うん、腹黒くはないけど皮黒いっていうね、感じではないでしょうか。はい、それではね、引いていきますよ。ガッツンガッツンパラリーノとね。はい、ガッツンガッツンパラリーノ、ガッツンガッツンパラリーノですね。はい、はい、こんな感じで皮がね引き終わりました。綺麗だね、この身がね。はい、そうしたらどうしよっか。いっちゃう、昆布ね、いっちゃいましょう、がっつりとね。うん、はい、それではですね、昆布締め作ってまいりましょう。さっきね、お酒に染み出したんで少しね、うん、こんな感じでこうペロペロっとこう丸まっていたのがね、だいぶこう伸びたんじゃねえみたいなね、感じで柔らかくなりましたね。ここ伸ばしちゃいましょう。まあ、これ日高昆布なんだけど、まあ、ラウスとかね、あのバンビロっていうのをこの幅広いやつで使うと一発なんだけどね。でもこの日高昆布のこの旨味って言ったらないよね、薄いんだけどすごいいい旨味出ますね。好きです、好きです、日高日高昆布みたいなね、感じじゃないでしょうかね。もうできるだけこう平らにね、これ酒ちょっとで湿らせないとこういうのなんないからね、パリパリ折れちゃうから、そこの気をつけてね。うんね、こうやって広げて、もうね、手が昆布締めって感じ。これ舐めるとかなりうまいからきっとね。はい、そうしたらガッツリなとね、入れましょう。ちょっとこう乾いてる時のね、後で刺身するのに取ればいいかみたいなね、感じではないでしょうか。はい、そうしたらね、ガッツリなとまた広げて、どうしようか。よいしょ、広げてね、こんな感じでバンバンババンバンチューターですね。はい、広げていきますよ。うん、いや早く手舐めたい。この指、この指で酒飲めちゃうからね、これもうね。うん、お酒ついてるし、何しろ日高はいい出汁出すんだよな、好きなんだよね。はい、こんな感じで広がったらバンチューターと置いて、で残ったやつを上にこうかぶせるような感じ。バンチューターでしょ、バンチューター大活躍だね今日ね、やばいね。うん、星くん、君は永遠のライバルですたいと言ったかどうかは分かりませんがね。はい、伸ばして伸ばしてと、ぺったりーなとね。うん、で塩を振るやり方もあるんだけど、昆布自体に案外塩分入ってるんで、まあ海から取れるもんだからね、案外塩分があるんで私は塩は使わないですね。うん、臭み抜きでたまにね抜く人いますけど、まあ、新鮮なんでね、そんな臭み抜いてもしょうがないだろうみたいなね、感じです。はい、がっつりなと、はい、がっつりなってきましたね。こんな感じ、見にくい、こんな感じになりました。イサキの昆布ジーメですね。はい、お刺身、ペラペラのお刺身って作る場合は、まあ、3時間から4時間ぐらいで OK ね、OK です。でもこう柵で作る場合はやっぱりね、最低一晩は寝かさないとね、昆布の旨味がイサキの中に入っていかないんでね。これタイも一緒ですね。うん、白身系はね、一晩寝かせましょう。まあ24時間ぐらい寝かした方がね、がっちり入ります。その代わりそれ以上やっちゃうと昆布から粘りがすごく出て、まあそれはそれでまあうまいんだけど、色が黄ばんできちゃうんだよね、なんかね。せっかくの綺麗な白身なんだけど、黄ばんじゃって、なんかこう見た目変じゃねえみたいになっちゃうんで、味は別に定し変わんねえんだけどね、見た目が悪くなっちゃうんで、柵の場合は24時間以上はねやんないで、昆布を剥がしてバットの中に入れて保存した方がいいね。うん、はい、ということでね、つまみも仕込みが終わり、そろそろ帰って寝ようかなと。まだ眠くないんだよね。じゃああとはこれラップして冷蔵庫保管でね、一昼夜かますます約24時間ね、明日が楽しみになってきちゃったなこれ、この野郎。じゃあまた明日お会いいたしましょう。まあ今日の夕方ってことだな。うん、じゃあね、皆様改めておはようございます。イサキの昆布締めですね。はい、24時間が経過いたしました。どんな感じなのってね、二重ラップみたいなね感じです。はい、こんな感じ、もうしっとりだね。この昆布がまたうまいのよ、これが。これね、すげえいつまみになるから。どんな感じなの、あーすごい綺麗な、なんかこの透明感あふれるイサキっちゅうの、やったね、来たねこれね、やっぱりね。うん、はい、それでは早速ね、ちょっと切って食してみましょうか。いや、たまんないね、もう香りがすごいね、やっぱね。うん、こんな感じ、ちょっと少し皮ついてるけどね、まあそんなこと気にしちゃいけませんね。しまったね、しまったしまった、すごいいい感じじゃない。うんね、あとはこのお皿にガッツンガッツンパラリーヌですね。
はい、こんな、うお、すごい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 、うん、すごい身が締まってる。うわ、これは間違いないでしょうね。え、うん、いや、このイサキの刺身の色がさ、すごい鮮烈になったね。すごいね。うん、よっしゃ、こんなもんでいいかな。うん、昼だしが飲みたくなっちゃうからな、ほらな。うん、はい、それではね、こんな感じになりましたんで、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。とその前に、この昆布、これがさ、すげえうまいんだよね。なんかこう、いろいろさ、昆布締めにするじゃんみたいなね。この同じ昆布をさ、3回ぐらい使うわけよ。今日はタイの昆布締め、今日はシロギスの昆布締め、今日はイサキみたいな感じで、で、この3回目ぐらいに何なったやつをこう刻んで食うと、もういろんな魚の旨味がもうガツンガツンパラレ、これが好きなんだよね。これが大好き。うん、はい、こんな感じで切り終わりました。ガツンガツンパラリーノですね。はい、それではね、昆布も一緒に食してめいりましょう。うまそうじゃないこれね。うん、はい、テーブルの方にですね、イサキの昆布締めですね、運んでまいりました。非常にね、うまそうではないでしょうか。いやいや、ちょっとボケてる。うん、どうよ。あ、大丈夫だね。はい、それではね、早速いただいてみましょう。ちょっとその前にあれだよ、あれ持ってくるわ。ちょっと待って、ちょっと、うん、はい、お待たせいたしました。それではね、早速食してまいりましょうか。まずはこれ何もつけないでね、これをちょこっとこう昆布を巻いてのたまんないから。いただきます。うん、おいしい。うわ、うん、もう昆布の旨味がもうイサキにもうバッカンバッカン入ってます。で、いい感じに締まってるのよ。うん、いや、うまい。うん、はい、それではね、お醤油ちょろりーなとね、うん、かけて、うん、この昆布最高、ほんとうまい。うん、いただきます。うん、おいしい。うん、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 コリコリだね、コリコリ。うん、はい、そうしたら次にこれよね。うん、あの北海道よりお越しのウェルチュラブ様が夜いただいた塩ウニですよ。塩ウニ、本当に高価なもん、いつもありがとうございます。ね、こくるっと巻いてのね、塩に巻いてこれよ、これ、ここ、いただきます。うん、あー、おいしい。うん、うん、うん、昆布とさ、うん、何、ウニってすごい相性いいんだよね。うん、何しろ昆布食べて生きてますから。うん、ウニ、うん、それにこの昆布締めこうくるっと巻いて、まあうまいね。うん、まあ飲みたくなるね。あー、でもすいませんね、昼なんで飲めないっしよ。うん、最高だね。うん、うま、マジうまだから。でもちょっともう昆布を入れて、さらに塩分ね。うん、もうガッツリのいっちゃうから、これ、いただきます。うん、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 おいしい。うん、たまんないね。これお寿司屋さんで食べたらいくらしちゃうのってね。うん、感じがないでしょうか。うん、もうほんとおいしい。うん、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 たまらんね、たまらん。うん、今週も手ごめるみたいな、うん、感じではないでしょうか。うん、まあ連休も昨日で終わっちゃったんでね、今日から頑張って仕事します。グーね。うん、おいしい。うん、うん、いやー、マジうまです。はい、ということで本日も最後まで、無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、うん、まあ、2日間にもなって、うん、イサキの昆布締めの作り方、うん、これイサキじゃなくてもタイでも白ギスとかもいいし、うん、白身魚だったら大体こうベリーオッケー、美味しくなりますので、ね、ぜひ試していただければ幸いかと思います。そして皆さんに一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいごとまず1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。じゃあねー、良い一日を。